1967年の南海ホークスでは、1967年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、鶴岡和人監督の22年目のシーズンである。球団初の4連覇がかかったこの年、チームはアメリカから後に、ID 野球の元になった、考える野球の提唱者であるドン・ブレイザーが入団。ブレイザーは、 守備だけでなく打撃でもいい成績を残して、鶴岡監督の期待に応え、エースの皆川六尾やリリーフの杉浦正など、投手陣が、ブレイザーが守っていると安心して投げられると、絶賛するほどであった。4連覇のかかったシーズンは開幕ダッシュが期待された、ものの、5月には、首位の半球と6ゲーム差の再開に転落。それでも6月以降は持ち直して一度は2位に浮上する。 ものの、9月以降は、負けが込み、西鉄に抜かれると最後は浮上せず、近畿日本鉄道が、親会社となった1944年以来23年ぶり、そして戦後初のビリクラスで終了し4連覇は、ならなかった。投手陣は、水中は、渡辺康介、郷田映像が、規定投球回に到達して、それなりの成績を残したが、チーム防御率は3.04のリーグ4位。 打撃陣は野村克也の奮闘があったが、チーム打率と得点が5位に終わった。シーズン終了後、3連覇に貢献した剣とハドリがこの年限りで、退団した。ありがとうございます。